ヨハネ受難曲は、新約聖書、ヨハネによる、福音書の18から19章のイエスの受難を題材にした受難曲。多くの音楽家が作曲してきた。このうち最も有名なものは、ヨハンゼ・バスティアン・バッハの作品である。本校では、このバッハの作品についてもべる。1724年4月7日の初演である。この日はバッハが、 ライプツヒのトーマスカントルに着任して、初めて迎える、聖金曜日である。ライプツヒでは、始純節から復活祭までの40日間、教会でのカンタータ演奏をはじめとして、歌舞音曲を自粛し、厳粛な態度で復活祭を迎える習慣があった。バッハもこの年の2月13日の礼拝を最後に、カンタータの作曲を休止して、受難曲の作曲に当てた。ただし、 1717 17年頃に傍出した受難曲を作曲していた可能性が強く、このヨハネが受難曲1号であるとする旧来の説は揺らぎつつある。その後、少なくとも1725年、1732年頃、1749年の3回、ヨハネを改訂しつつ再演している。また1739年に実施されなかった再演に備えた、 海底校も存在する。現在の演奏はもっぱら1749年校で行われる。1725年校が大改定であるが、1732年校では、ほぼ初校に近い状態にリセットされており、1739年校はさらに初校に近づき、1749年校は大部分が初校の丸写しという,ふうに時代が新しくなるにつれて、 原点回帰する不思議な改定の経緯をたどっている。約2時間、ピリオド双方は短くなる傾向が多い。他の作曲家のヨハネ受難曲と同様に、ヨハネ福音賞コ骨シとして、自由詞によるアリアとデチタティーボ、さらにシュズのコラールで構成される。旧バッハ全集では68曲とカウントしていたが、新バッハ全集では40曲に改めた。場面は第1部14曲。 第2部26曲の2部構成である。特に第2部については曲の配置がシンメトリーになっていることが知られている。マタイ受難曲の台本はピカンダーのペンネームを持つクリスティアン・フリードリヒ・ヘンリーツがほぼ一人で執筆した。これに対してヨハネの台本は誰の手によるものか判明していない。マタイ受難曲や聖書オラトリオと同様に聖書の部分は地の文を 福音視野役のテノールが、レチタティーボで朗唱していく。登場人物のうち、個人のセリフはソリストに委ねられ、特にバスが担当するイエスの福音は、マタイと同様に、弦楽器伴奏を伴うレチタティーボアコンパニアートで、区別される。カヤパやイスカリオテの揺ダどころか、同時に卓形にされた罪人や専人隊長にまで。 セリフが割り振られたマタイより登場人物が少ないため、ソリストが担当する脇役の人物は、ペテロピラとペテロを見とがめたメシ使いの女の3名に止まる。逆に、イエスを捕らえる兵隊たち、イエスの死刑を要求する群衆などの集団のセリフは、合唱によって歌われる。ソリストが多数登場するマタイに比べて、合唱の比重がかなり高い。これはマタイが、個人の言葉。 ヨハネが群衆の言葉を多用するためである。なお、二箇所に限って、マタイ福音書の劇的な描写が挿入されている。一つ目は、第一部の週末、ペテロが三度イエスを祈んだ直後に、過ちを悟ったペテロが同国する場面を描写した、マタイ26章76節である。二つ目は、イエスの絶命直後に起きた、天変地異を描写した。 マタイ二27章51から52節である。この曲に用いられているヨハネ福音書は当時のライプツヒで市販されていた聖書とは異なる。文体の聖書から引用されている。バッハが過去に就職していた町でルフしていた聖書とも一致しない。この聖書を個人の信仰に結びつける役目を担うのが自由史のアリアとアリオーソである。 受難の現場を直接目撃する者の視点で描かれる曲だが、八曲文の詩が判明している。一つの台本からではなく、四種以上の受難曲台本から抜粋している。バッハ本人が戦者ではないかとする仮説もある。さらにヨハネに欠かせないのがコラールである。前述のシンメトリー構造の中心軸に据えられているのがコラールであり、ヨハネ全体を締めくくるのもコラールである。 教会で受難物語を聞く参列者の視点で参列者の信仰心を問うものである。そして大規模な自由死合唱は常識的にはオープニングとエンディングに置かれる。現にマタイ受難曲ではそのようになっているがバッハのヨハネでは1732年校を例外として終局は合唱の後ろに置かれたコラールが占有している。 構成要素を数で表すと、聖書朗章17曲、自由視ありあるい10曲コラール11、合唱2で合計40曲である。ありがとうございます。